ラコです。今日はねということで、はい、今回もご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、高評価、ツイッター、インスタのフォローもよろしくお願いします。ということで、今回ですね、森本さんと久々にメス豚も登場してます。ありがとうございます。ちょっと待って、なんか聞こえる。よし、気合も入ったんで、早速。あ、どうした？え？倒れてますけど、なんかありました？ということでですね、ちょっと早速やっていきたいんですけど、今回やっていくのが、ワードウルフ、やっていきたいと思います。ちょっと知らない人のために軽くルール説明しますと、これいろんなもう YouTuber さんたちがやってる、まあ、有名なカードゲームなのかな。ちょっとカードゲームを今回スマホでアプリでできるんでやっていきたいんですけど、ルールとしては一人一つお題が渡されるんですよ。例えばリンゴって来たら一人だけ、二人は同じなんですけど一人だけ違うんですよ、みかん。その一人だけ違う人が人狼、それを喋りながら人狼を見抜くっていうゲームなんですけど、これ普通の人狼ゲームと違って自分が人狼っていうのは分かんないんですよ、こう喋ってみないと。なんでその辺がちょっとね難しいゲームなんですけど、やっていきたいと思います。さあ行くぞ。じゃあ早速始めていくんですけど、制限時間、話し合いの時間は2分で、2分経ったらもうバーンって、その時点で、誰が人狼っていうのを指さしたいと思います。僕からお題見ていきます。覚えました？はい、覚えました。はい、覚えました。じゃあ開始していきたいと思います。ゲームスタート。いや、これ僕大好き。俺も大好き。私も大好き。あ、全員大好き。うん。これと言ったら私でしょ。いやいやいや、僕でしょっていう。いや、俺じゃない。いや、あ、森本も大好きだし。いや、森本はちょっと違うかなっていう気はしますけど、見てる感じというか、うん、普段を見てる感じでいくと。そうか。うん。普段。どういうことだろう。いや、普段と言いますが、後時々みたいな。普段時々みたいな。学生入れないからね、10時以降。入れないよ。入れるよね。ですよね。入れる？え？わかんない、ちょっとそこは。おい、ちょっと怪しいな。森本も怪しいぞ。騒ぐ場所だよね、すごい。そうね。楽しいよ。そうね、楽しい楽しい楽しい。なんかもう、現実を忘れるよね。なんかもう。疲れよね、そこでね。現実を忘れるっていうのは、ん？いや、ちょっとね、子供大好きだと思う。まあ、子供大好きだよ。まあ、大人も大好きだよ。普通の服で来る人もいれば、特別な服で来る人もいるよね。あ、特別、あ、終了終了。はい、ということでね、決まりました？皆さん。指さしていきたいと思います。せーの。いや、これはもう森本だわ、絶対。ちょっとせーので言いますよ。せーの、カラオケ。では、人狼の負けです。いいですか？じゃあ、ちょっと開始していきたいと思います。せーの、開始。一言言うと、かわいい。あー、まあ、それは人それぞれじゃないか。森本は好みなのね。いや、まあ。まあ、ギャルだよね。ギャルだね。そうだね、そうだね。すごい活躍してるよね。すごい方ですから。うん、ちなみにさ、どこに住んでるその人。わからんけど。どお知り合い？もしかして。お知り合いですか？いや。ちょっと怖いんですけど。いや、知り合いじゃないんだけど、うん、結構ね、うん、その人のね、出てる番組ね、見てた時は。チェックしてるのかい？あ、結構チェックするぐらい好きなんだ。ファンなんだ。いや、ファンだよ。あー、なるほどね。結構ファンだよ。ビームとか出すかな？あー、出す。最近見ないけどね。いや、最近は本当見ない。当初。あのままビームあのままビームどうですか？ビーム出す？出すね。出すよね。出す。どんな感じ？ビーム。ドゥミミミみたいな感じです。はい、終了ということでね、刺していきたいと思います。せーの、メス豚のお題は、はい、藤田ニコルです。僕も藤田ニコルです。僕はローラです。これはタイプだ。それはタイプ。これはタイプ。ちなみにどこに住んでるか知ってたの？いや、日本じゃないことは知ってたよ。あ、そう。そう。日本だと思ってたんだけど。ええ、結構詳しいね。結構詳しい。内部のことまで知ってるみたいなんで。じゃあちょっと次行きますか。行きます。スタート。今ね、いるよ。
いるの学校に。あ、ほんと。あー、僕ちょっとわかんないな。いるかどうか。そういうのは、多分小学校とか中学校とかしか来ないんじゃないかな。うん、そうだよね。ロクさんにやけてるけど。なんかちょっと、小学校、中学校でしょ。大体。僕はちょっと今いないかな。ちょっとどういうことなんですかね。いやいないから。これは怪しい。なになんでそうやって、二人して、僕に。疑いかけて。横さんが言ってることおかしいから。もう怪しいよね。ついてること。いや。真剣におかしいから。おかしいからね。何言ってんの？何言ってんの？いい加減してくれ。え？経験あります？あるよ。あるよ。ね、経験って。ないの？いや、あります。ありますよ。中学の時に、ちなみにね。小学校、中学校とある。小学校、中学校も。それはね、でもね、結構来るよね。3人ぐらいでね。3人も来る？一人では来ないね。一人では来ないよ。一気に三人。一気に三人でこう教えてくれるよね。でも大体さ、春とかに来るよね。知らんけど。いや、それは分かんない。冬も来る。ああ、まあ来ることはあるけど、大体。いや、いつでも来ない。まあ、いつでも来るよね。いつでも来る、来る。来るよ、来るよ。終了です。指さしていきましょうか。せーの。じゃあ、最初に二人どうぞ答え。教育実習の先生。長っ。ここが僕のアダザースカイ。 OK ですか？じゃあ早速始めていきたいと思います。せーの、スタート。真っ赤。まあ真っ赤もあるし。あ、真っ赤もあるよ。いろんなのがある。いろんな色形ありますよね。真っ赤、真っ赤。昔々からの、昔々からね。私がね、あの小学生だった頃からあるよ。いや、まああるでしょうね。あるでしょうね。昭和からあるよ。ああ、あるある。真っ赤。真っ赤のね。真っ赤しか見たことない。いや、いろいろあるけど、走ってるよ。走るタイプか。走るタイプね。こっち走んないタイプだから。うん、そう。正月とかにね、毎回ね、みんな送ったりね、もらったりするね。僕のもの出しますよ。出しましたよ。もう出しました。今10月ですけど、もう出しました。書いた出しました。早いなで、真っ赤。それ真っ赤の終了。せーの。いや、もうこれはもうおかしいわ。貯金箱です。郵便ポストです。じゃあちょっと次行きます。スタート。いや、有名よ。めっちゃ人気。めっちゃ人気よ。めっちゃ人気。ちなみに俺は、めっちゃ好き。俺もめっちゃ好き。え、好き、これは。好き？うん。結構テレビ、ドラマ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 、映画。映画。だよね。いや、もうこの人って言えばっていうのあるしね。あるよ、もう。ああ、セリフね。セリフある。言いたくてしかない。言いたくて。それぐらいね。あの人といえば、この人もね。未だに活躍してね。未だに。結構喋り方にも特徴ある。確かに。結構ね。真似しやすいからね、これ。早くやりたい。結構真似されてるからね。やりますじゃあ。いや、やっちゃおう。これは。一発目でね。一発目でフレーズで。フレーズで。これ来たぞ。これ来しかない。一緒。合うよ、これ。一緒だ。いいの、あっちゃん。これ合うよ。じゃあセリフいきます。自信満々でいくわ。もう自信満々でいきますよ。いきますよ。いいのか言っちゃっても。いいよ。もう答え合わせみたいになっちゃうけど。有名なフレーズね。フレーズ。オッケー。いきます。せーの。まーす。見えてやがる。